本来ならここで優勝が決まってたはずなのですが、ラストですね、本当の決勝戦参りたいと思います。まずは赤コーナーはこの MC。 さあ、そして青コーナーはこの MC。並びましたので事実上決勝戦を行いたいと思います。先攻後攻のカードドローでは、ドタマさんお願いしてもいいですか。先攻で、いや僕先攻がいいですよ。僕は先攻いいっす。じゃあ引こう。じゃあ先攻、先攻分かりました。先攻がいい。希望が一緒なので引きます。引きましょう。はい、どうぞお願いします。先攻がいいもん俺も。さあこっち先攻やるやん、やるやん、引き強いやん、やるやん。さあどうなるか、来てしまったか。笑っても泣いても最後は皆さん決勝の準備できてますか。さあということで、まずフィールド見ましょう。フィールドこちら、花火フィールドございます。ではビートチェック DJ のお願いします。方が優勝となります。先攻ドタマ、後攻未明、レディー、ファイと言ったけど、特別言いたいことは君にはねえんだよ。ここでおめえを撲殺してから先攻取ったんだよ。先攻取って空気をいじろう。操作船長、 MC ドタマの操作船長、こいつが星に上がってる。あの口動かすだけでライブ読みしてるのマジでダサくないですか。みんな不明よそこらへん。俺だってやんないけ、俺やんない。こうやってちゃんと真面目に待ってるだけだもん。お前意地汚ねえよ。用意しろよ、救急車に担架。おいの玉また負けに来たか。今日は操作船長。違う違う、マイクは相棒だから。わからんのか。そう問題お前ら。まあ別になんでもいいけど、とりあえずの玉一言言うけど、起きた後はにゃみたく二度殺す。二度殺す。でも一回殺されても蘇るネクロマンサー。今日見せつけるテクとアンサー。二つ兼ね備えた俺。てか大阪でやった時と同じ R さんのネタ使わないでくださいよ。結構トラウマ。撲殺化されたことはないで、されるんだったら言葉で殴り合おうぜ。自分の即興ちょっと滑ったところはいじらない。俺は滑り知らず、俺は高み上を目指す。いや R さんの真似って今日に完璧すぎるから、言われんのもしゃあないと思うよ。さっき俺に直接対決で負けてんやから、もうそれはしゃあないやん。一回負けてるんやから。リーグ戦、本当のリーグ戦だったら俺の勝ちだったけど、まあそういう野暮なことは抜きにしてやろうかな。撲殺されて殺傷したい。今日であんたは俺に3勝0敗になる。そうか。でもね、リーグ戦上の成績でも5対1、5対1で一緒じゃねえかよ。お前勘違いすんなよ。あとな、お前さっき楽屋ネタの俺の髪の話いじったからだよ。楽屋ネタやめようよ、やめようよ。茨城のガッティみたいになっちゃうよ。すごいダサいよ。いや、お前だって家でしっかりブリーチしてるだろうが、俺は逐一ここで言葉を吐き出していく。いっち、今俺が負けそうやと思ってるやろ。ブリーチやから挽回できるんだよな。わかるかな。黒崎一護みたい。お前お似合い。黒なしの一条。こっちはタワーマンション、お前はアパマンション。つまりこういう格差を見せてく。お前はリベンジもできないから棄権しろ。1日だけでドタマに20002勝ってか。終了。さあこれで果て MC バトルオリセブンリーグ第1陣全試合終了で優勝者が決まります。それでは参りましょう。まずは先攻ドタマ、高校未明、優勝はドタマ。見事でございます。おめでとうございます。さあということで、未明まさかの先行での快進撃、見事でございました。いやいやいや、まあそうっすねまあそうっすね、ちょっと悔しいです、悔しい。これで最後先行引いて勝ったら最高でしたけどね。そう、僕が引けばよかったっすね。そうですね、チラッと見えたんで。チラッと見えたはい、どうもありがとうございました。これ、ちなみにドタマさん優勝じゃないですか。優勝で、はい。一勝いっぱいからなんか半額とかもらえないですか。それは二人で交渉してください。はい、改めて未明に沖縄アクション、ありがとうございました。さあ、そして改めて優勝はドタマでした。ありがとうございました。では、
優勝賞金15万円をプロデューサー今梅田より差し上げたいと思います。ありがとうございます。どうも前にお待たせください。はい、おめでとうございます。はい、ということでオミセブンリーグ第1陣優勝はドタマとなりました。では一回じゃパネルもらっちゃいましょうか。はい、ではドタマさん、せっかくでウイニングラップお願いしてもよろしいですか。いやいや、断ってもやらせますよ、絶対。お願いしますね。では行きましょう。 DJ のプリンター P。 渋谷の土曜、今日は何をしようと思ったら仕事ありがとう。やってきた破天MC バトル、初参戦でバトルロイヤル、こんな過酷な仕事ありますって思いながらやった6戦、マジ今日の出場者にリスペクト。15年前、おだまりラップ道場、最初総当たりだったよ。マジで過酷すぎてゲロ吐きそうになった。懐かしい新宿フープ、このワンループのビートで掴み取るワンマイクじゃなくて優勝。未明くんありがとう、髪型似合ってるよ。ありがとうございました。改めてオリセブリミング第1陣優勝はドタマでした。すいません、どうしても聞きたいことが渡辺さん、どうしました、はい、いいスーツっすね。ありがとうございます。ありがとうございます。ずっとね、2社目ぐらいから気に、あ、これは今日貸し衣装なんですけど場所教えますよ。貸し衣装なんだ、はいはいはい、そうなんです、はい、ちょっといろんな事情があってお金が全然なくなっちゃったもんですからちょっとあの借りないといけない。すいません、触れてすいません、はい、いいえ、とんでもないです。ドタマさんありがとうございました。ありがとうございました。